いきなりかっこいいめの曲入ったんですけど、ちょっとまた歌詞を間違えてしまって、あ、最初ちょっと忘れちゃったんですけど、次はちょっと盛り上がる曲をやりたいなと思います。で、コールアンドレスポンスがあるのでちょっと練習をしたいなと思うんですけど、まあ分からなくなったら、あの吉田源お兄さんが歌ってるので、それと一緒のを歌ってほしいと思います。まあ、ちょっと A メロとかいろいろあるんですけど、それは知ってる人のノリに合わせてもらって、サビで、僕がサビ前に暴れるのを待ってんだぜって言ったら、みんなで Hey! Hey! で、倒せよモンスター復活の呪文を唱えるよそれでって言ったら、はい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 、お願いします。ちょっと声出ないんで、もう一回ちょっと軽く練習します。いきます。暴れるのを待ってんだぜ、倒せよモンスター復活の呪文を唱えるよそれで、サルになってこんな感じでお願いします。まあなんか前はちょっとバンドの色とかいろいろ探してて、1曲目シャルルをやって、こいつらはどんな曲をするんだろうみたいなイメージあったんですけど、まあ、ちょっといろんな曲をかじってバンドの方向性的なものを模索していけたらなと最近思っているところでございます。はい、まあなんかもうすぐ3回生が引退ということで、結構最初はいろんな先輩と仲良くしていただいたんですけど、まあもうすぐもう引退、まあ、林さんはじめいろんな3回生最近仲良くしていただいて、林さんをはじめもう少しですけど、鬱陶しい後輩かもしれませんが、よろしくお願いします。
感謝ってことじゃん。私のはちょっと待って。いろんな人来てくださってると思うんですけど、じゃあとんがりの人、とんがりの人、メンバーの学部のお友達、保護者来賓の方、先生方、高校生、こうはならないでください。なんか大学入ってピアスとか髪とかいろいろやっちゃうと思うんですけど、こうはならないもう少しお待ちください。すいません。長らくお待たせいたしました。最後の曲やりたいと思います。よろしくお願いします。ボーナスステージです。ありがとうございました。Yeah.
んだぜ。どうしようもせずにとても応えられるよ。それそんなんで仲間と共に暴れてやろうぜ。今日の朝もおじいくさん二人も目指してきそれ。そんなんで大事と一年にはさびたつりやりやりなした。ああ、ありがとうございました。